こうストーリーになってる、ストーリーないのかな。ちょっと歌詞が見つからない。窓っていう曲。彼女の窓を失礼ですか。街の赤い日が小さく広がるよく覚えてない。どこに出てる子供たちの春の夏結構覚えてる、ここ覚えてる。なんかありますか。これは何、小川西尾さん。初めて聞いたのは2001年です、うん、2001年から好きな歌。21年前だじゃん。あ、そうそう、ね、それはびっくりしたわ今。すごいね、いい歌でしょ。小川西尾さんはもう本当にあのなんだろう、唯一の存在っていうか、うん、すごいアーティスティックなシンガーだよね、うんうん。この歌詞も物語みたいになってるし、メロディもあって、うん、だから歌もだいぶ可愛いし、うん、完璧な歌です、ね。この曲はアゼルバイジャンで有名だった。いや全然、うん、日本人の先生が聞かせてください、うん、日本人の先生が小川西尾さんの曲を聞かせてくれた。そう、でも先生もあの時、うんうん、日本であまり知られてない曲だよと言ってます。すごい、うん、時まだ CD だったのかな、 CD じゃなかったか気がする、うん、カセットで、カセット貸してくれた。そうね、あの頃まだカセットもあったし、でもカセットテープがもう日本だと終わりにかかってる、うんうん、21年前、うん、2001年でしょ CD っていう感じじゃないかな。2001年だったら私カセットで聴いていた記憶かな。すごいね。全部覚えてる？ヒラーさん。でも今みたいに部分的に、あ、こうだったこうだった。うん。でも、ね、うん、ストーリーも多分おばあちゃんになったらこうやって歌おうかな。遠い街に。え、西尾さんのことも。